こんにちは世の中にはですね、大した労働もせずに、大きな金額を得ている人もいるのは確かだと思います。まあ、それをあるキー口でー言えば、まあ、貧困ビジネスと言ったりね、まあ、私がよく言うのは NPO というね、形だったりとかするんですよ。まあ、吉田さんがね、言われた1分で、えー、何千と儲かる仕事があるよとか、それを斡旋してる業者は年間で何千万も儲かってるよというのね、もうこの,この手の話ってのは私はね、もう20年、30年前から、 もうそれこそね100回200回じゃ聞かないぐらい同じこと聞かされていましたで私の感じの中にも変化がありまして最初はね何、えー、ていうずるいことをしてる人たちなんだと思いましたけども今はねこれ聞いてもねさざ波一つもったないんですよというのがまあ2つぐらい理由がありまして1つはですねそもそも私がそんなにね、えー、人のことをどうこう言えるぐらいうん大したことをやってるのかってことなんですよね うん、これは私がね自分に対して思うことなんですよこれじゃダメだなとこのまんまではダメだなと思ってるんですよ、うん、だからまだまだ私はあのーまあ、発揮してないものがあるんではないかなといつも探してるんですよねこれはいつも言う自己否定論なんですけどもこれで私は完成したとか、うん、価値のある人生を送ってるなんていうふうに慢心するつもりはなくっていやまだまだ私は大したことできてないんじゃないかなとまだまだできることあるんじゃないかなともっともっとね えー、喜びを感じる人を見つけていかなくちゃなと。自分としても進化していかなくちゃなと思うんですよ。そういう時に。まあ、なんか人がやってることをね、ケチつける暇は私はないんですよね。うん、だから、多分。こういう風な方法でお金を稼いでる人を見た時に。なんだよ、こいつらずるいなとかね、感じるとか、妬みを感じるってことは、多分自分が。すごいいいことをしてるっていう風に。 思思っっちゃゃてるんんじなないいかなととうううででですよこういうことですよよここねでもう一つの理由はそういうふうなね制度を利用して違法でも何でもないんですよ制度があってそれを利用してるだけなんですよそれを自分利用してない人から見るとなんだよこいつと思ったりする人もいるかなってことなんですよただねやっぱりこういう人たちも込みで社会のため人のためなんだと思うんですよね私が 払った税金がまあ、いっぱいありますけどもいっぱい払ってると思いますけどもその税金がですねこういうまあ、言ってみれば勤労意欲のない人も生きるための支えになってると思ったら私はねあ使ってくれてありがとうって気持ちはしますけどもねうんそれこそ無限にではないですよ私の納税する金額なんて社会全体から見たらないに等しいもんですから私がねこの人たちを支えてるって意識まではないですただね 私が納税したものが巡り巡ってどっかのお役所の中間団体の退職金2000万みたいな人のまあ5円にでもなるんだったらまあそれはそれでいいかなと思いますよねうん、まあ、そんな感じで2つの理由があるんですけどもそうじてですねまあ振り返ってみたら私も似たようなもんじゃないかなと思うんですようん、なんかね私税金いっぱい払いましたけどその時に金額的には結構払ってるなってこんな顔になりましたよでもよくよく考えてみるとじゃあね 世の中の大半の人のように1日12時間私はね意にそぐわない労働をして得た対価かなと思ったらそうでもないしじゃあ普段私はお金についてそれほど苦労して真剣に悩んでいるかなと思ったらそんなこともないですしねじゃあローンを払うために月末やりくりしてるかって言ったら今はそんなこと全然ないんですよ。言ってみればうん世の中の人がお金に対する苦労を今は申し訳ないんですけど全くしてないんですよね。 で、自分の好きなことをやらせていただいて、それに共感する人から、あ、対価をいただいているっていう意味では、あの、旗から見たらですね、久保哲郎は詐欺みたいなことやってるずるいやつだっていう風に見えなくもないんですよ。そうなんですよね。要するに、お金を得てる方法を誰から見てずるいと感じるかとかね、誰から見てまっとだと感じるか、これはね、移り変わっていって基準がないんですよ。うん、だからね、その。 国からお金をね1分間で7,000円とかもらって生きてる人のすごくね仲良しとか身内から見たら「いやいいの見つけたね」ってなるかもしんないじゃないですかでその制度をそもそも作った人がこの制度使われなかったらその省庁かなんかね部署っていうの潰れるんですよだからあ使ってもらってありがとうおかげで私も給料出てこの部署が維持されるよって形にもなると思うんですよそのために予算が割り振られていったりするわけですしでこのね あのー、まあ貧困ビジネスかなんかわかりませんけどこの制度がおかしいと本気で思うんだったら本気でねずるいと思うんだったらそれを変えるために自分が何をできるのかなっていうふうに自分が動いていくべきだと思うんですよ。それもせずにただねたんでるだけっていうのはさらに輪をかけてずるい人なんではないかなと私は思いますき思いますけどもお思わないか別にまあそういうふうに今話すことはできますけど普段そんなこと関係なくね自分の人生を謳歌して自分で好きなようにお金使って自分で好きなように時間使ってるんで、あのー、世の中にねたった一部 ちょっと自分の方法とは違う形でお金を得ていたり生活保護でパチンコ行ったりするそういうのは全然気にならないですよね。 そんな人のことを気にしてる暇が自分の人生にはないんですよ。もちろん私のところにね、すいません、私の状況こうなんですよ。苦しいんですよ。なんとかなりませんかって言ったら興味持ちますよ。興味持って、いや、よく来てくれました。なんとかね、1ミリでも1円でもあなたが楽になるように私は全身全霊をあの傾けますっていう風な話になりますけども、そうでない限りはね、私の知らないところで、私の直接関わらないところで、 私の払った税金のほんのほんのほんの一部を使ってやってる分にはどうぞお使いくださいという形でございますそういうのも込みであ不正にも使われるだろうしこれで楽をして暮らす人もいるだろうしまっとうに使われるところもあるだろうしまあなんかよく分かんないけどこれが税金っていう今の制度であって、まあ、あのミサイルがね天井から飛んでくることもないし空襲もないし招集令状が来るわけでもないし。 まあいろいろトータルで考えて、まあ、この税金で今の暮らしが維持できるんだったらこの税金で今の暮らしが維持できるんだったらですよここが大事ですよこの税金を払うことによって私の今の暮らしがね明日も今日も続く明後日も続くうん、まあ、そこそこね見通しが立つようだったら私は全然喜んで払いますし それに群がって不正にお金を得ている人がいるとしてもそういう制度にのっとってやってるんだったらもちろんねナイフを突きつけてとかコッコから盗んでみたいなねそんな直接的なことは不正ですよでも多くの人から不正と見えることでもちゃんとルールとか制度にのっとってやったことだったらそれは不正ではないっていう考え方が私はありますのでどうぞお使いくださいということでございますねえー、まあ以上ですよねだからあの要するに吉田さんが私に問いかけたのはこういうふうな 使い方をしている人がいて私たちのねそして私の税金が使われてるの悔しくないですかってことかもしれませんけども全然悔しくないですよね制度を使ってるだけとでそれに妬む気持ちもないと、うん、でもし妬むんだったら納税をしないような収入に自分が自分のことを落としていけばいいんですけどもそう考えた時に自分の払った税金が多少ね、えー、自分の意に遭わないことに使われてたとしても私は今の暮らしを維持できることの喜びの方が大きいですからまだ払ってもいいと思うぐらいですよね ただ残念ながら税金も NHK の受信料もそれから飲食店の価格設定も私が考えるにありがたすぎるぐらい低いですその人の人生をね自分のお金で拘束したのにあこれぐらいしか要求してこないんだなっていう気持ちがはっきりとありますだから何ていうのかななるべく一品多く頼んで少しでもこれでも楽になってくんないかなとかね、えー、基本的には値引きをせずにね、えー、提示された金額で、えーまああのー、購入をしたりとかね サービスを受けたりとかしたいなと。全部感謝でお金を払うと。お金を払う瞬間で私は全部感謝だと思うんですよ。あ,ありがとうございましたこれをどうぞ収めてくださいって形ですよね。まあ、それがどう使われてるのかはそんなに関心ないですよね。そこにネタのエネルギーは特にないです。もうすでに。もうこんな年ですからね。はい、以上でございます。どうだったでしょうか。